Thank you.
本日のワーストの公演は
かなり久しぶりですし、この5人での、ね、ツアーで大阪、はい、大阪でワンマンライブできるのはこれが最後になるので、ぜひ、ね、こっちの方でしかワースト見れないよって人は、ね、ぜひちゃんと目に焼き付けて帰ってほしいなと思っています。そして今回のツアータイトル君と僕のラブソングは読み人知らずのラブソングから持ってきてみんなで考えたタイトルです。みんなの青春の中と重なったりとか、私たちの青春が詰まったワーストの楽曲をたくさん感じてもらえるようなセットリストになっているので、ぜひ最後まで楽しんでいってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。幅と気持ちと全身使ってね。
こういうご時世で、今年は結構対面でも普通にお客さんを入れてのライブもたくさんやってきたけど、やっぱり東京とかがメインになってる中で東京以外の場所でもツアーをできるっていうのはすごく嬉しいなってシンプルに思いました。まあ、そうですね、はい。今回のツアーの見どころはやっぱり昔から知ってくれている方にはもちろんなんですけれども、最近マスターを知ってくれた方にもこういう曲もあるんだなとか、なんかあこの曲知ってるとか、改めてこうなんかマスターらしさとこういう感もあるんだっていうのを一緒にこうきっとなんか楽しめるライブだなと思います。梅酒飲みたいです。そう、牛乳。これまで長くやらせてもらってきて、たくさんステージも立ってどんどんワースターとして成長してこられてるのかなというふうには感じてて、もう特に葉月君は、ね、ライブ中の表情とか、まあ、曲のねテーマというか曲のイメージに合わせて表情を作ったりっていうのがすごく丁寧な表現ができてるなと思っております。はですね、やっぱり少し前まではなかなか会えない状況がずっと続いてたので、今こうやって少しずつではあるんですけども、ライブだったり特典会で直接会えるイベントがあるっていうのはすごく嬉しいことですし、改めて一回一回一秒一秒を大切にみんなと過ごしていきたいなと思ってます。そうですね、困ったな、困っちゃう。そうですね、ほぼ毎年ツアーを終わらせていただいてたのが今回がラストっていうことになるとちょっと寂しい気持ちはあるんですけど、でも東京と大阪2カ所も回ることができてすごく嬉しいです。いや、もっと何か聞きたいことを話してほしいね。はい、今何やりみたいんだよ。お茶。いや、ちょっと言わせようとしてません？もう今回タピオカセトリにないんですよね。じゃあ、スマホ何台欲しい？1台で十分かと。もっと、もっとあるでしょ。
方もいっぱいいるかもしれませんが、新衣装です。イエーイ、可愛い子ですね。可愛い子ですね。でもね、ツアー終わるまではなるべく乗せないようにしようってみんなで言ってた。そう、そうだから優しい。気づいてない人もいるかもしれない。そうだね、知らなかった人もいるかもしれない。そうなんです、可愛いですよ。水色で作っていただいたセールシリーズの今年の秋冬ということで、はい、はい、素晴らしく可愛いですね。可愛いです。そして後ろにいるのが天使にゃーん。あら、可愛い。今日はどこから来たんですか？疲れてますか？疲れてるんですね。結構息が上がってますね。そうか、張ってるだけやったのね。そうですか。長波プラトニックが疲れたな。そうなんだ、踊ってたんだ。疲れました。結構ね、なんか洋服着てますね、影で。あ、本当流行りの洋服あるよね、ああいう形のやつ。あるよね、確かに。はい、ね、はい、そしてね、いろいろな楽曲を披露してきたんですけども、続いてはですね、読み人知らずのラブソングのカップリング曲を披露したいと思います。ということで、ワンシップの皆さんがね、あの約束を守ってくれて、ほとんど動画が回っておりませんので、ね、多分ね、ここで今初めて見るよっていう方もいらっしゃると思うんですけど、あの、ね、楽曲は聴いていただけてるかなと思うんですけども、振り付けもすごく可愛いですし綺麗なので、ぜひそういうところにも注目して楽しんでいただけたら嬉しいです。それでは聴いてください。雨の気持ち。空晴れてところを目指して、いいの少し
普段会えない時などに SNS やリプなどで本
当にたくさんの愛を送ってくださってありがとうございます。今日は皆さんへ感謝の気持ちを込めてこの歌を届けたいと思います。聴いてください。スーパーありがとう。I'm not afraid to die.
決定いたしました、12月25日中野サンプラザにて開催決定しました。ありがとうございます。中野サンプラザということで、今ねこうやって地方とかに住まれている方はねちょっと東京ですかってなると思うんですけども、このライブが5人でのワンマンライブはラストとなりますので、ぜひいただきたいと思っておりますので、ぜひぜひ皆さん12月25日よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとワクワクする感じだよね、フレスタワーって。そうですね、やったことないのではちょっとやるってなった時はやるときはみんなにもぜひ協力してもらえたらなと思います。そして3つ目のお知らせです。3つ目はもう来年の、4人体制で走り出した時のお知らせになります。1月の10日に4人体制初のワンマンライブを山のホールにて開催させていただきます。なんか春樹がここにいるのに本当に不思議な感じっていうか、不思議さっきが不思議なんですけど、今日はもしかしたら5人見るの最後って方もいっぱいいるかもしれないし、その中で次のお知らせはちょっと早い気も私たちもしているんですが、4人で頑張っていく心の準備も少しずつ始めているので、みんなにもぜひ見てほしいライブだとそう思っております。皆さんぜひ見に来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。帰れないぐらい、うん、王様から帰れない
もう今日何度も話してますけど、この5人でツアー回るのも最後だし、この5人でここの大阪でワンマンライブできるのも最後ということで、私たちの気持ちが 100% それ以上伝わるライブになったんじゃないかなと今日はすごく思っています。やりきったなと思っています。なかなか皆さんと会えない中でこうやって会える時間を作って、みんなも時間を作ってくれてここに集まってくれて本当に感謝の気持ちでいっぱいです。これからもワースパは変わらず走り続けます。みんなもずっと私たちのことを見守っていてくれたら嬉しいです。今日は集まってくれて本当にありがとうございます。